これでした。できた。いけてますか？これ来てますか？あ、音も来てるような感じ。できた。いけてますか？はい。でですね、先ほどお一人来ていただいてありがとうございました。ちょっとですね、悔しいんでいろいろチャレンジしてますけど、はい、YouTube のねアカウントをねやっぱりちょっと伸ばしていきたいと思って、なるべく毎日配信をしていこうと思ってます。で今ですね Facebook の方のライブ配信もちょっとしていきますね。こんなんでどうでしょうか。お、立ってでいいかな今日は。はい、じゃあこちらで今日はですね、悩み相談ですね。の悩み相談。9月5日ですね。に、ロスジェネ食堂にやりますよ。はい。おっと、こんなんでどうでしょう。どうでしょうか。行くかな。行きますか？暗いですか？はい、お待たせして失礼いたしました。で今日はですね Facebook と YouTube の方、にちゃん同時でライブ配信ということなんですけれども、落ちた、これでいいか。それでですね、9月の5日に私が相談員になるイベントが開催されることになったんですね。で今まであんまりその悩み相談とかきちんとしてなかったなと思って、私なんかでいいのかしらという気持ちもあるんですけれども、企画をしていただいたのでちょっと真面目に向き合っていきたいなというふうに思います。はい、あれ、解像度が低くしてくださいって Facebook、 今ですねキュービスっていう配信アプリから行ってるんですが、今有線じゃなくて無線でやってしまったら解像度を確認してくださいって言われてますね。解像度は最適ではありません。ビジェットを開くって何ですかね。ちょっと事前、あれワイヤレスが低い。ちょっと2階はワイヤレスが低いですかね。でか、まあいいのかな。じゃあちょっと簡単にいきましょう。まずはですね、このロスジェネ世代の悩み相談ということで、昨日私一応ロストジェネレーション世代の全国ネットワークの代表というものになっていて、で本当はもっと活動しないといけないんですが、なかなかできていないんですが、でも一応ですねこの世代の希望の星っていうことで、ちょっと活動していきたいと思います。9月の5日は日野と千葉の2カ所同時開催で、相談イベントが行われます。ゲストに来ていただくのが三井義文さんという令和新選組でこの間、立候補されて、そしてコンビニのオーナーさんなんかも、行われて、コンビニでその労働条件の問題でこう売り上げが下がってもお店閉められないとか、あと夜もお父さんお母さんが、亡くなったとしてもお店出なければいけないとか、非人道的な状況で働かれている方の相談だとかいうことを行っている三井さんと、あと渡辺照子さんというね貧困問題のスペシャリストですかね、自身もシングルマザーでホームレスを体験されたという、そういった方と一緒に私も相談員をします。でどんな相談があるのかなっていうことによってちょっと準備をしていきたいんですけれども、もしこの配信をご覧いただいている皆さんで、当日悩み相談したいなというような方は、ロスジェネ食堂というイベントが9月の5日にあります。タイムラインなどでもまた上げていきますから、ぜひオンラインからも参加できますので、参加していただけたらと思います。
会場は千葉と東京2カ所なんですが、同時にオンライン上映イベントということで、私が監督しました始まりの日ベーシックインカム元年という、映画の上映もあります。で、私は基本的な悩みというのはお金にまつわることがやはり多いと思っているので、自分自身がいつも、支払いに悩んでます。なので、このベーシックインカムを実現することによって、多くの悩みがなくなるんじゃないかなと思って、こういった普及活動をしてます。またですね、今日はこのロスジェネの、メーリングリストというか、Facebook のグループでこの間悩み相談が一つあったので、そのことについて考えていきたいと思います。で、どうしても落ち込んでしまうときはどうしたらいいですかという質問でした。この世代、例えば仕事がうまくいかなかったとしても、もう一度再就職しようとしても、もう35歳以上なかなか雇われることがありません。ですので、ちょっと不満があっても今の職場で働かないとなとか、でもなかなかその派遣であったりだとか収入が増えないなっていうことで悩んでたり、モチベーションをどうやって持ったらいいのっていうことがあると思います。自分自身の、体験談で言うと、複数の収入源を持っているのはやっぱりおすすめです。で、私は複数のというか常に固定がないので、こういったオンラインイベントだとか原稿料だとかいろんな形で、収入を源があるんですけれども、この忘れた頃にやってくる収入っていうのにすごく助けられてます。2ヶ月ぐらい前にやった仕事の収入がふーっとあったりすると、ああよかったなって思うので、で、今そういった働き方というのはいろんな方に、扉が開けていると思います。ホリエモンさんなんかも言ってましたけど、例えばペライチっていうサイトはすごく使い勝手が良くて、簡単に、プロフェッショナルな URL、ホームページのデザインを学ばなくてもすぐ、作ることができます。そういった、少しでも簡単に学べるスキルを持っておいて、で、空いてる時間に仕事をしておくと、いろんな形で、自分が落ち込んだ時に副収入があるとめちゃくちゃ嬉しいです。ですので、そこをおすすめします。あと、なるべくですね、私が取り組んでることは、ネガティブなことを口に出さないということですかね。で、それは私の場合は小さくとも雑誌の監修で代表だったり、あと映画も自分が言い出しっぺでやると言ったりして、ボスが不安なことを言ってるとみんなついてくるの嫌ですよね。だから、あと敵も多いので、足を引っ張ってやろうという方も結構いると思うんですよね。だから私は常々ネガティブなことは口に出さないようにしてます。でも実はすごく不安はいっぱいいつもあって、で、これからはちょこちょこっと出してもいいかなと思ってるんですけど、本音でぶつかっていくのが大事かなと思うので、夜なんかは私が寝ていると、いつも私はうめき声を上げて叫んだりしてます。誰にも相談できないもんで、夜中眠りながらうなれているという状況がかなりあって、結構これ病院に行くといつでも多分診断されて、抗精神薬を飲まされる状況だろうなと自分で思います。でも、自分で自分を騙すようにですね、こう、美味しいなとか嬉しいなとか、今日はこんなことがあってよかったなとかいうことを口に出すようにしてます。そうすると自分も周りもなんかそんな気持ちになってくるんですよね。まずは自分の細胞を騙してみてください。
で、状況はそんなに簡単には変わらないかもしれないんですけど、こうか不幸か、この経済状況が大変な世代っていうのはロスジェネ世代だけじゃなくて、これからおそらく全ての世代に広がってくると思いますし、そういった時に不安定な状況で生きている、方々っていうのは増えてくると思うんで、私たちロスジェネが体験してきたことを社会のために生かせるタイミングになるかもしれません。ネガティブなことは自分の認識に留めておくことで、口にすることはポジティブなことですね。はい、そうですね。今井田さん、コメントありがとうございます。騙されたと思って言ってみてください。私実はですね、いつぐらいかな、今のパートナーと一緒に暮らし始めてしばらくして、私すごくネガティブな口癖がある人だったんですよね。で、もう口に出さないようにしてるから言わないんですけど、すごくすごく絶望的なこととかを毎日ボソボソと言うわけですよ。そうするとそれが私の脳内で再生されてるだけじゃなくて、周りの空気も暗くするんですよ。で、周りの家族にもなんかそれが映っちゃうみたいな。それってちょっと悪いから頭の中だけで言っといてって言われて、で、騙されたと思って言わないようにしたら、なんかだんだん自分がポジティブになっていくことがわかるんですよ。で、そうすると本当になんか幸せだなって思う瞬間が増えまして、だから私からのアドバイスとしては、毎日小さな幸せを見つけて、それについて具体的に褒めてあげてください。おいしいよとか、かわいいよとか、まあちょっとウエストは太いにしても、まあちょっと腹筋ついたかなとか、ちっちゃいところを褒めてあげてください。で、それは自分を褒めても周りを褒めても、食べるものや空間を褒めてもごめんなさい、いいと思うんですけど、そうやってポジティブなことをなるべく、言っていくっていうことをまずお勧めします。で、それ以外にですね、副収入の作り方とか、いろんな、ノウハウがあるんですけど、それはちょっとずつ伝えていきたいと思います。なんだかありがたいことにですね、なんだか子育てもうまくいってるしね、うちの娘ちゃんはもはやなんか大ブレイク中の少女カメラマンなんですけど、なんだか親抜かされちゃったようで、親も頑張らなきゃいけないと思うんですけど、まあ家族も一応いて、そして困った時に仕事をくれる仲間もいて、幸せだなって思います。ですので、そういった今ある状況に感謝の気持ちですね。感謝の気持ちを忘れずに、ネガティブなことは胸に溜めてですね。でも、溜めながら自己分析をすることが大事ですね。皆さん、自分の会社の社長さんになっていただいて、自分という人生をプロデュースする社長さんというか、になった時に、我が社の社運を上げるためには何が必要なのかとか、なぜうまくいかないのかとかいうことを自分で分析して考えることは大事だと思うんですよ。で、落ち込んで、ずっとそれをつぶやいてる時間があるんだったら、その原因を突き止めて、その原因に向かって解決方法を具体的に動くことが大事だと思います。例えば語学が足りないのかなとか、例えばメイクが下手なのかなとか、いつもすっぴんな私が言うのもなんですけど、いろいろもっとこうしたらいいのかなとかいうことが出てくると思うので、分析はちゃんと行いながら、でもネガティブなことは言わないっていうのがおすすめです。そして構造を変えていくということに注力するということですね。何か身の回りの人をけなしたりとか、そこに原因を求めたりしがちなんですけど、もっと根本的な、私自身はうつ病による精神障害者ですが、
心理師の資格を持っているので、ボランティアでピアカウンセリングをしたりしています。できることは少ないですが、できることをできるだけという立場でやっています、ということで、ルブスさん、鈴木さんからコメントをいただきました。はい、そうなんですね、ピアカウンセリングをしたりされてるんですね。私こういった相談の、ごめんなさい、大丈夫かな、相談の会っていうのがなかなか、ちょっとやっぱり Wi-Fi が弱い問題をなんとか解決しないとですね、なかなか、体験が少ないので、どういった相談にどう答えたらいいのかとか、アドバイスがあったら教えてください。というわけで、9月5日ぜひ皆さん参加してみてください。で、いろいろ生きる、ポジティブに生きるコツみたいな、そしてこれからの時代を生きるコツみたいなことを、自分の心の中も整理しながら発信していきたいと思いますので、何が困難なのか解決策を探ることは大切だよねって。そうですね、私もいつもね、落ち込むことは実はすごい多いんですよ、多いんですけど、足りないものは何なのかということで、自分なりにそれをクリアする、知名度が足りないとか、商業ベースに乗れてないとか、そういったところをクリアするためのいろんな方法を探ってます。で、この何月何日にはこのオーディションに応募してみようとか、自分なりに決めた武術は続けてみようとか、なんかあと心にある赤みたいなものを取ってみようとか、あとメーリングリストとかを、やってみようとか、いっぺんに一斉送信メールの一番いい方法とか、いつもですね、 Google 先生に聞きながら試行錯誤してます。で、文章はこんな形で書いたらいいかなとか、まだまだではありますけど、そうやって前向きに進んでる自分のことは、なかなかいいじゃない、頑張ってるじゃないっていう風に肯定してあげることも大事だと思います。あと、これからの時代は、自分自身がまずご機嫌でいることから広がってくる人間関係みたいなものが新しい仕事につながってくると思うので、皆さん、一つずつこれから発信していきましょう。まず今日は1日1回ですね、一つネガティブなことは自分の脳内だけで、なるべく口に出すことはまず自分から自分を騙してしまおうということですね。というわけで、またどうしてもしんどかったら寝てしまいましょう。で、1日2日寝てしまいましょう。時間が過ぎるのを待ちましょう。でも、そうやっていながら、こういうふうにしたらもっとうまくいくかなっていうことを、見つけながら立ち上がっていけたらと思います。明けない夜はないっていうことでね、ロスジェネのみんな一緒に頑張っていきましょうね。そんなわけで、また明日も配信すると思います。あ、竹島さん、こんばんは、コメントありがとうございます。そうそうそう、 YouTube の松山玲奈 YouTube ありますから、ぜひ、アクセスしていただいてチャンネル登録お願いします。今2460人なんですね。なので、あと40人で2500、まだまだなんですけど、やっぱりチャンネル登録者の方をどんどん増やしていけたらいいなと思ってるので、どうぞアクセスお願いいたします。そして、今まで言語化してこなかったいろんな生きる知恵というものを、このロスジェネ相談会に向けて言葉に出していけたらなと思っているので、こんなことが聞きたいよとか知りたいよとかあったら、ぜひ教えてください。というわけで、視聴者の方が増えました、YouTube の方もありがとうございます。それではまたお会いしましょう。最後までお聞きいただいてありがとうございました。ユーラシア国際映画祭代表理事増山玲奈の YouTube、 ぜひ登録お願いします。9月の5日、悩み相談、ロスジェネ世代じゃなくても大丈夫です。
ベーシックインカム元年という私が監督した映画の上映とその場での相談会を行いますので、ぜひオンライン参加が、1500円かな、1000円だったかな、ちょっと今見てみますね、どっちだったかな、どっちだったかな、ですね、一方で全てを受け入れてくれる方に思ったことを少しずつでもいいから吐き出すことも大切ですよと、あ、そうらしいですね、そうですね、なのでこの、ロスジェネ相談会がその場所になってもいいですね、いくらだったかな、確かにこのネガティブなことを言っちゃダメっていうのが逆に袋小路になってるところもあるんで、弱音を時々入ってもいいんじゃないかとかも思いますね。でも ありました、2箇所同時でオンラインは1000円でご参加いただけますので、ぜひですね100人ぐらい全国で集まって相談会できたらいいなって思ってます。ですので、こちらのアドレス今 Facebook の方にも貼りますし、 YouTube の方にも貼ってみますので、ぜひご参加ください。ありがとうございました。ドロップアウトしてできることを探すだねって、そうなんですね、ドロップアウトしてって何でしたっけ、ドロップアウトってどういうことだったっけ、分かんなくなっちゃった、まずコメントをじゃあまずここに含めます。というわけで、あ、今私のコメントが入りましたね。あと YouTube の方も今シェアするので、 Facebook でご覧いただいている皆様もよかったらぜひ、ご参加いただけたらお願いします。はい、竹島さんもご参加いただいて、ご視聴いただいてありがとうございました。またお会いしましょう。ぜひですね、こちらのオンラインイベントご参加ください。はい。どんなこと質問、どんなこと相談したいかとか、もしあったら教えてくださいね。えい。考えてみても無理なことは一度白紙にするですよ。なるほど、私それ苦手ですね。決めたことはやり遂げないと気が済まないという。ではでも、どのレベルでやるかといろんなレベルがあるからね。なんかまたその話は次にしましょう。ありがとうございました。